はい、どうもです。の遊びチャンネルのコーチです。今日はね、ソブウェイ鉄工所さんの方から荷物が届きました。これ、まあ、インスタグラム限定で受注開始してた、旧鉄の蓋ですね。こちらの方が届いたんで開封の方をしていこうと思います。かなり楽しみにしてたんですよこれ。まあ、旧鉄が自体がねかなりいいものなのでね、これね名前が入ってるんで伏せますね。お礼の手紙まで書いてますよ。よいしょ。で袋ね、ついてます。よいしょ。でこういう感じで説明書もついてますね。旧鉄の蓋って書いてますね。で、またおなじみのステッカー、これ旧鉄の蓋のステッカーですね。前のステッカーはソブウェイ鉄工所さんの、もうこの上だけの部分です。じゃあ開けていこうと思います。よいしょ。いいですね。これね蓋なんですけど、蓋だけじゃなく、まあ鍋としても使えるんですよ。でこれね、まあ、3ミリ厚のステンレスですねで作られてるみたいです。で、高さが65ミリ、で一番長い部分ですよね、長い部分が、200ミリ、短い部分で139ミリで作られてるみたいです。でこれね見てください、これコラボの、レザークラフトで作ってるコラボのハンドルカバーが付いてるんですよ。これ取り外しはね多分なかなか難しいとは思うんですけども、これね水に濡らしたらちょっとダメかなと思うんですけど、こういった形でコラボのこれいいですよね。これが取っ手になってます。これ逆やね、こうか、こうやね。これでも蓋の時逆にもさせてますよね。でこの、蝶ネジで留める感じですね。この蓋はね、蓋じゃなしにこの、袋は確か別売でした、ね、でこれね、まあ言うたら1枚ずつレザーで切り出したステンレスの板を手曲げしてるんですよ。これかなり綺麗に作られてます。こだわってますよね。でこちらにね、わかりますか、見にくいねカメラがね。カメラね今日 S35S3 が α7 か α7S3 がちょっと調子悪いんで今 ZV-1 で撮ってるんですよ。ちょっとだから画質が悪いかもしれないです。でティグ溶接で、溶接して仕上げてるみたいですね。これこだわりありますよかなり。でこれが、旧鉄の蓋なのでちょっと旧鉄出しますね。しばらくお待ちください。よいしょ。よいしょ。はい、旧鉄持ってきました。僕はこのカーキーのね別売の、ケースに入れてます。これが旧鉄です。だいぶ仕上がってるでしょ、黒光りしてだいぶ仕上げてますよ。もう毎日っていうぐらい使ってますからね。でうちはこれ直火で使ってますよ。直火で使っても全然問題ないです。見てくださいこれバッチリですよ。この溝にねちょうどこの溝あるでしょ、この溝にはまるんですよ。これいいですよ、めちゃめちゃいいですよ。ここのブランドメーカーさんこれ絶対流行りますね。巷では横澤鉄板とかねいろいろあるんですけど、僕はこれ一押しですよ。これはおすすめ。まあ次来る絶対必ず次来る鉄板です。でこの蓋はね、こういった形で使えますし、